皆さんこんにちは、藤本です。さあ今日はですね、トイレの超超超基本です。はい、超3つつきました。もう超基本っていうことでお話していこうと思います。っていうのは動画の方でね、YouTube の動画の方でコメントをいただきましたので、ありがとうございます。それについてね、ちょっとお返事という形で今日お話しさせていただこうと思います。では早速ちょっとコメント先読ませていただきます。動画拝見させていただきました。ありがとうございます。5ヶ月のトイプードルです。はい。以前からケージの外にトイレトレーを置いてあります。ケージの外にトイレトレーを置いてありますと。で、クン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 嗅ぎ回るので、連れて行きますが。多分その辺でね、くるくる回っているから、連れて行くと。で、トイレトレーに連れて行くとしません。はい。で、結局、失敗しますと。はい。トイレする場所が大体決まっているので、そこにトイレトレー置いてもトレーではしません。どうしたらいいですか？教えてください。という、ご質問でした。はい。ありがとうございます。で、そうですね。このちょっとね、文章を読んで、まず僕が感じたことは、ちょっと絵が浮かんでこないんです。絵が浮かんでこない。ね、くるくる回ってトレー出たけどもしませんと。で、その結局失敗する。その結局っていうのは、どうだろうな。その、くるくる回で連れて行ったけども、その流れですぐ失敗するのか、例えば、連れて行ったけども、もうそこ、もう トイレというかすぐ離れて、また失敗するのか。それとも、クンクンクンって回って、ピタッと止まってしまって、またお父さんお母さんが、どこか行ってからまた失敗してるのか。その、具体的なところがちょっとわからないっていうところと、大体トイレね、場所決まってるから、そのトイレを置いても、トレーではしません。しませんってのも、ちゃんとこう、連れて行ったりだとか、タイミング見計らってとか、そういった具体的なところが、少しちょっとね、僕の方では分からなかった。絵が浮かんでこなかったので、ちょっとこれに関しては、ちょっと、お答え、ちょっとしづらい部分にもなります。で、今の文章だとね、考えられるのは、まずそこでトイレをする理由っていうのが、小犬ちゃんが分かっていないことだとか、ご褒美を使っていないとかですよね。あと、タイミングっていうのがちょっとずれてしまっている。トイレをするタイミングっていうのがあるので、それがちょっとずれてしまっている。で、そのトレースがそもそも嫌だとか、小さいとか。あとは、トイレでしてるけど、はみ出てるとか。他にトイレ以外のところをトイレと認識してしまっている。などなど、いろんな理由っていうのが、そのトイレ失敗って言っても結構あるんですよね。で、それを、あるやつをバーッと全部ね、お伝えして、これとこれ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 やってくださいって言うんですけども、やっぱ違うことしてもダメなんです。きちんとした、飼い主ちゃんの気持ちがあって、理由があって、それに対してのやり方が、ハマるから初めてスパッといくんですよね。っていうところでね、おそらく、もしかしたらちょっとね、飼い主様の方でも少し理解、飼い主ちゃんのトイレの失敗の理由っていうのが、具体的にもしかしたら、分かってないのかもしれない。と、僕は感じました。間違ってたらごめんなさい。っていうところで、まず、この文章を読んで、僕が感じたのは、まず、超基本。超、超、超基本から、まず始めてみてはいかがでしょうか。まだ5ヶ月です。5ヶ月なので、今からやればまだ短い期間ですぐ教えれます。これを、だら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 とやっちゃうと、その倍以上の時間かかります。例えば、2ヶ月ね、一生懸命やってできんかった。3ヶ月やってもできんかった。4ヶ月。その8ヶ月分ぐらいかかるはずですね。っていうくらい結構ズブズブっといっちゃうので、できるだけ早くっていうところで、ぜひこの宿題取り組んでいただきたいと思います。では今日の宿題はこれです。はい、っていう形でですね、まず、今のこの文章を読ませていただいて、まず超基本。この方だけじゃなくて、これからトイレトレーニングを教えていくぞっていう方は、ぜひこの5つのポイントっていうのを押さえてください。5つのポイントをスラ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 言えたら、この超超超基本は大丈夫です。いきます。まず一つ目。いつしていますか？小犬ちゃんトイレってめっちゃ回数多くないですか？例えば10回以上します。結構これ小犬だったらザラです。めちゃくちゃ多いです。それをまず一個一個大体把握していますか？で、次、二つ目。どこでしていますか？この辺じゃなくて、例えば、キッチンマットでいつもするな、畳の部屋でいつもするな、カーペットの上でするな、布ソファーの上でするな、とかね。どこでしますかっていうのをきっちり理解することです。で、次、三つ目は、その時に何をしていますか？いつ、どこで何をしていますか？何をして、うんちですか？おしっこですか？
何をしていますか、3つ目ですね。次、どのようにしていますか。例えば失敗の仕方も先ほどちらっと言いましたけども、くるくるくる、そこで分かってるんです。ただくるくる回ってますよね。くるくる回ってるうちにね、トイレからずれてしまっている。気持ちはそこでトイレするっていうのを知っているけども、ずれてしまっているから失敗している場合、これはトイレっていうのを認識しているか、そこは OK なんですね。じゃあどのようにずれさせないようにするかってアプローチは変わってくるんです。なので、どのようにトイレをしていますか、これを知ってください。最後、5つ目です。どのくらい成功していますか。はい、例えばまあ10回としましょうね。もちろん多いと思いますよ。10回中7回成功しています、残りの3回だけですなのか、10回中3回しか成功しませんとか、本当にバラバラです。これをきっちり調べることです。このいつどこで何をどのようにどのくらい成功しているのか、この5つを抑えると1日のトイレのスケジュールっていうのがパチッとはまってきます。で、それを聞かせていただくと、あーなるほどなるほど、であればここはこうしていきましょうっていうのを的確にお伝えすることができます。なのでまずはこの5つをしっかりしてください。これしっかりするだけでトイレの成功率上がることもあります。はい、これ知るだけでですよ。なのでまずこの5つ、もう一回言います。いつ、どこで、何を、どのように、どのくらいの成功率でしょうか。この5つ、ぜひまあこれを頭で分かっちゃダメです。書き出してください。書き出す。これめちゃくちゃ大事です。頭のだけだとやっぱり、どうだろうな、まあ、この辺かなとかなっちゃう。かなになります。書き出すことです。2週間ぐらい騙されたと思って書いてみます。必ずパターンっていうのは見えてきます。ぜひこのね、5つのポイントをぜひやっていただきたいと思います。っていう感じでですね、このトイレの悩みめちゃくちゃ多いですよね。こういうのね、トイレの悩みめちゃくちゃ多いです。ぜひ、この超基本、取り組んでいただきたいと思います。また明日からもね、配信していこうと思いますので、楽しんでお待ちいただけたらと思います。ではまた明日お会いしましょう。さよなら。